感覚の悪さは、まだ少し残る。今まで、中華思想の皇帝、それが存在し得た状況の、善悪が少し変化してて。理由、を失いつつある、こちらから押して動かせる感じ。皇帝はいない、ことで、罪には問われるにしろ後には残らない、そんな感じは一応。責任を失い、立場の悪化は発生し、あるいは執行猶予のついた犯罪者のような状況。彼らがそれでも動かんとする理由、それ、は消えた。期待値だが。じわじわと動く。突然の株価大暴落も、何かの変化、だろうか。株に依存していても、経済的復活は望めない、スタンスは、正しかっただろうか。何かのベクトルによる、不備、は、時に壊滅的な被害を見せる。今までは歪んでいた。このまま、歪んでいた、強制されていく？それで納得するしかないのだろう、けど。細かい話は、果たして。